前回は人の DNA 検査をご紹介しましたが、今回は犬の DNA 検査をご紹介します。アリゾナからカリフォルニアにミニチュアピンシャーとしてご近所に養子に来た犬のフレディ君が DNA 検査に協力してくれました。テスト結果は3代前までのひいおじいさん、ひいおばあさんまでの血筋がご覧の通り、よくわかります。フレディ君の母親犬は赤色の矢印のウィペット種とプードル種のミックス犬です。父親犬は青い色の矢印のミニチュアピンシャーと解析不可能な多くの犬種が混じったミックス犬です。フレディ君は混血も混血ということでした。検査によりミックス犬の場合、どの犬種が何パーセントずつ入っているか分かります。検査方法はヘッドの方の内側にキット備え付けの綿棒をしっかりと転がして回転させ、それを郵送します。4週間から6週間で結果が送られてきます。もちろん猫用検査キットもあります。また、検査キットにはオプション料金でかかる可能性のある病気も調べてもらえます。キットは日本円で1万5000円前後、Amazon からも購入できます。愛犬や愛病の種類を理解し、かかりやすい病気予防ができるのはとても良いことです。犬種ごとの性格や習性を理解できるので、しつけにも役立ちます。検査により、思いがけない血筋が入っているので、検査結果はとてもワクワクです。手頃な料金で検査ができることも魅力です。アメリカ生活楽じゃないのブログも発行しておりますので、動画下の概要欄よりリンクをクリックして購読してください。またお気軽にご感想などをコメント欄に書き込んでください。本日はご視聴ありがとうございました。高評価ボタンとチャンネル登録の金運の豚のアメリカ国旗の貯金箱をクリックしてください。よろしくお願いいたします。